最後を遂げたい。罪人として追われることになるぞ。承知の上。
この家紋を見て育ってきたのだがな。叔父上、お達者でしょうか。連綿と続く一族の家紋、俺の代で絶やすわけにはいか。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や坂井家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追っ手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。雅子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。ユリの身が気がかりだ。憂いに沈んでおる様子だった。今は誰もが憂いてる。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。